9月20日からタワーホール船堀の展望塔が赤と白にライトアップされています。今回のライトアップは東京都のラグビーワールドカップ PR 事業の一つとして行われました。赤と白は大会マスコットをイメージしています。また展望塔南面にも新たにライティング機器が設置され、4方向すべてからタワーホール船堀のライトアップを楽しむことができるようになりました。今回のライトアップをきっかけに、より大会を盛り上げていきたいですね。